どうもこんにちは、泉朝日です。よろしくお願いいたします。初じゃないですかね。緊急で動画を回してるんですけれども、まあそのですね、大変申し上げづらいというか、私も未だにまだ信じてないことなんですけれども、自転車がなくてもうね、これが見るこのぬすっていうかね、いかれてるのか、それとも、なんかのドッキリとかさ、そのいたずらなのかとか、ちょっとまだ分かってない状態なんですね。とりあえず、チャリはないんです、今。今私の自宅なんですけれども、自宅のね、駐輪場に止めておいたはずのチャリが今、ないという状態です。自宅の駐輪場にね、現状ない。これはもうないんです。皆さんご存知かもしれないですけど、かの有名なバカクラ正義ね。彼もやられてるでしょだから、ちょっとその、なんつうの、その波来てる感。ね、悪い運気というのは巡ってきますから、その波来てる予感は若干あるんですけど、まず信じてはないです。だから、信じてはない。ただ一点言うとすれば、俺のチャリは鍵かかる。そうだよね。俺のチャリって鍵かかんないんだよね。そうだよね。こう思い出すとね、どんどんその、やられる要素がね明日も晴れるかな。今、土曜日の朝なんです、これ。気づいたのが、木曜日の夜なんですよ。で、僕ね、水曜日にチャリ使ってるんですよ。これは絶対使ってるんです。雨の中自転車を漕いだ記憶は絶対にあるんです。目的地まではチャリで行った。絶対行ったの。絶対行ったの。で、水曜日の夜、じゃあ家帰って寝ましたと。木曜日。俺、一日家にいまして、夜ね、アスカのとこに行かなきゃいけなかったから、アスカに会いに行こうと思って、チャリンコ乗ろうと思ったら、木曜日の夜、忽然と姿を消してたんですよね。だから水曜日の夜から、木曜日の夜までのこの20時間ぐらいの間に何かが、まあ起こってる。それは確定なのね。それは確定だと言ったね。まずね、俺はね、そこで疑ったの。アスカがちょっと俺にいたずらしてんだと。いやなんかね、まあアスカと俺と、まあ他にも友達に仲いいやつらが一緒にいた時とか、よく遊んでた時とかに、なんか靴を隠したりとか、お互いね、バッグを置いてあったところと違うところに置いたりとかみたいな、そういうノリってあったのよ。でまさかさ、自転車がないなんて思わないから、あ、これアスカがやってるわと思って、木曜日はアスカのとこまで歩いて行って、俺は胃の一番に言って、アスカにお前チャリ隠しただろ。ああ、言いましたよ。したら、アスカはびっくり大人になってた彼。いや。もう2文字で返答。ただそこの段階では、自転車を完全に盗まれたと断定するには早いと。アスカさんがね、言ったんですよ、そこで。木曜日の夜、一旦ないけども、もしかしたら、金曜日の朝になったら、誰かがね、こう自転車乗って行っちゃって。で、それでまた戻しに来てる。かもしんないじゃん。間違って使ってる可能性もあるから。俺んちの駐輪場の自転車、あんなチャリいっぱいあるんだろう。世の中に何万台とあるチャリじゃん。戻ってきてるかもしれませんね。が、アスカさん言いました。金曜日の朝。まあ、なくて。なくて。そうだよね。ないんだよね。だって今土曜日の朝撮ってて、もう今ないんですって言ってたから、金曜日の朝もないんですよ。で、まあ、ああ、チャリンコ盗まれちゃったんだなーっていうふうに、俺はやっぱ心のどっかで思ってたんですが、ですがよ。うちには昆布がいる。これです。で、今からですね、今日 YouTube ショーツの方をバシバシ撮っていこうということで、まあ、コンブさんのところまで行くんですよ、今から。そこでコンブさんに聞きましょう。ドッキリなんでしょって。自転車を隠すドッキリしてるんでしょ、聞きましょう。それで本当になかったら、本当に彼が何もしてないんだったら、確定しちゃうんだよね。ね確定しちゃうんだよね。嫌だけどね。見たくない現実を見なきゃいけないくなる可能性がね、あるからね。もう、心の奥底では、もうねえよ。もう盗まれてるよ。あるけど、もうこのチルの望みにかけよ。今から僕はコンボのところに行きます。で、聞きます。しっかり聞きます。そこでなかった場合は、接着確定となりますので、皆さんもね、ぜひ。おいてください。でも、もし本当になかった場合は、アスカにも報告しましょう、ちゃんと。疑ってごめんと。じゃあ、撮影行ってきます。
てる。うん。本部さん、今俺にドッキリしてますよね。してない。気づきましたよ。何のドッキリ？種明かしして、もう。もう気づいたから。まずしてないよ。してない。してないよ。本当にしてない。してない。本当にしてないね。マジでしてない。じゃあ、確定しました。本部さん。電車盗まれました。電車盗まれました。じゃあもうないっす。じゃあもうないっす。俺はコンビがドッキリで俺のチャリをどっかに隠してるんだというもうその一点のみにかけて今日来ました。だからあのチャリ、だからあのオレンジで来たんです今日。普段俺これ乗ってないでしょ。これおかしいと思ってでしょ。思ったでしょ。じゃあコンビさん申し訳ないっす。私のミスでアイシュが盗まれてしまいまして。すみません、盗まれた。最近でも巷で有名なあの人も盗まれてるもんね。そうなんです。彼がチャリンコ盗まれたでしょ。そのチャリ俺のチャリなのよ。アフィッシュ、青いアフィッシュ。まあマサのチャリも盗まれちゃってるんだけど、俺も被害受けてるもん。ダブル被害。ダブル。大阪のチャリも東京のチャリも盗まれてんの。どうする。ごめん、今日ショートの撮影でさ集合してるじゃん。取れないから、チャリンコのあるやつはもうアフィッシュ使うのはごめんなさい、取れないです。ないんだもん。盗まれたのはしょうがないでしょ。もうそういう街ですからね。鍵かけてない俺が悪いよね、そんなのはね。家の駐輪場に盗まれてる、盗まれるっていうのは結構レアケースだよね。レアケースだよね。本物のチャリが。いや、本物チャリだから盗んだのかもしれないよね。あんなチャリさ、盗んでも被害届も出されないしさ、使ったとこでわかんねえじゃん。まあ、こういうさ、なんか特殊なチャリだったらさ、被害届出して絶対探してとかあるかもしれないけど、あのチャリは見つかんないよ。あのチャリは。マジでもう今確定した、あなたがドッキリしてないってことを仕上げてくださったんで。そんなドッキリはしません。いや俺だから、あなたがねドッキリするするって言ってあんましないじゃない。一回目これと思って。これやんのと思って。すいません、視聴者の皆さんもね、もう二度と私の動画であのアフィッシュを見ることはなくなりました。それはマジで意外だね。意外だよ。いろいろ重なってるけどマジで盗まれたんだよね。マジで盗まれたんだろうね。戻ってこないと思う。戻ってきてないからね。あと手元に帰ってくる手段があるとすれば、俺一回友達がチャリ盗まれてて、そのチャリを別の自転車置き場で見つけたの。誰かが乗り逃げしたみたいな、まあそういうので偶然見つけるか、あとはまあ乗ったチャリをその人が放置して、それが放置自転車でして持ってかれて俺に連絡が来るかね。まああとはおまわりさんが職質してご飯とか違ってで、なんか車パターンもあるけども、まあでもほぼないじゃん。なのそんなのないじゃん、もう。まあね。だから、ないです。あ、しょうがない。チャリは買うわけだよね、多分ね。うん。だから、この動画で買うまでお届けでいいですか？そう、買うの分ける？もう、分けちゃう？逆に。買う動画でお届けするって言ってんだよ。盗まれたんだから。コンブさんとね、視聴者の皆さんにもちょっとご報告ということで、改めまして、泉朝日の2代目アフィッシュ。盗まれるということで、楽しみにね、見てくださった方々、本当に申し訳ないです。あのアフィッシュのね、勇姿、見ることは、もうないです。じゃあ、コンブさんも、いずこに消えたアフィッシュに、うん、一言だけいいですか？最後。まあ、マジで、本当に今急に聞かされたからあれだけど、まあ、戻ってくれることをね、願うしかない。じゃあ、戻ってきてもだよ。買うよ、俺、新しいアフィッシュ。そして、ね、心当たりのある方、そのチャリ鍵かかんないから、また盗まれるぞ、それ。どんどん転々としていくぞ、ユーザーを。ぜひ鍵をかけてご利用ください。ということで、じゃあ、被害届けというか、遺失物届けというか、出しましょう。はい。ありがとう、アフィッシュ。自転車なくしました、泉朝日でございます。先ほどおまわりさんのところに行きましてね、おまわりしていただきました。それで僕が最初にね疑いをかけました宮本ヘッドコーチにもご報告をと思いまして、お仕事終わりですけれども宮本君に来ていただきました。すいません、ちょっとご報告が一点、はい、ごめんなさい、自分もちょっと気になってです、はい、先日あのお伺いした時に、はい、まず一言目に、お前俺のチャリ1個取っただろ。で、言ったよね、言ったよね。言いましたね、はい、で、そこで、あのアスケ言ってくれました。いや、まあ、俺じゃないと。で、あの、1日とりあえず待ってみた。それでなかったら、1日待ってなかったら
確定するぞと言ってるでしょ、確定なかったんです、ね、盗まれました盗まれたんです、ね、盗まれました完全にもう結果経ちましたもんね本当に疑って申し訳ございませんポンブさんとキリスも全然違いましたないですね、うん、俺がそういう考えに頼ってるだけだった少しでも心の拠り所を盗まれたと思われたくないから思われたくないからどこにいるかわからない今のアフィシさんにちょっと言葉をいただけたらなと思いますのでいつでも彼は待ってます戻ってきてくださいちょっとでもさあいつ戻ってきたことだよもう買うんだよ新しいチャリもう買うん、あのその昆布ともね今日話したんだけどもうチャリンコ買うのとは別で作ろうやねああ確かにそうか、うんうん、商売のチャンス今まで盗まれたんだもんだってそうっすね切り替えが大事そうないもんないの3日だよ1日で切り替えてよ違うそれはお前がなんかいやでも1日ちょっと持ってくるのもありますかなんか謎のさ何あれ一言だからね多分自分がされたら多分そういう気持ちになる大パニックになるよ大パニックになるじゃあ視聴者の皆さんもね自転車乗るときは鍵をかけるようにねしてくださいじゃあすいませんお仕事忙しい中いや全然全然すいませんありがとうございましたではまた次の動画でお会いいたしましょうじゃあいていいよまた次の動画でお会いいたしましょうどうしたいやなかったなかったですね。